目の性別が気になりすぎて強いことを忘れてしまったみんなの反応集。それではどうぞ。裏梅。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。ここでお兄ちゃんが裏梅だけでも始末できていたらなあしょぼん。はぁ、どけ鬼。来ましたー。俺はお兄ちゃんだぞ。私が裏梅なら何の話だ。ってなるけど私は裏梅ではないのでこれが大好きです。俺はお兄ちゃんだぞ。で裏梅が退けるわけないのに面白いよね。裏梅の引っ込め見したからの、どけ俺はお兄ちゃんだぞ。の流れ完璧。待って裏梅イケボすぎる最高イケボ祭り。裏梅これ以上私を待たせるな長相どけ。俺はお兄ちゃんだぞ。改めてこのやりとり振り返ると全く会話が成立してなくて笑う。お兄ちゃんだからなんなんだよ。裏梅はなん？突然少ししか出ないくせに美少年。美少女？やめて心が揺れちゃうじゃん。長相がお兄ちゃんだからといって裏梅がどける直接の理由にはならないし、術式の関係上兄弟の危機を感じ取れるの出力が対象の存在しない記憶が流れ込むになるのもおかしいのよ。やっぱり異常度が影に隠れてるだけで堂々と同類なのでは。裏梅さんもご登場。いいねー。お兄ちゃんを遂行するって冷静に考えて意味わからん。わら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 。いや、これは冷静に見るもんでもないな。熱くなってみないと。初見の裏梅は普通に食らう。板取りは一回食らうと次は避ける。剣弱はわかってるので普通にかわす。お兄ちゃんの戸がちいい技なのに相手が悪い。アニメはアニメでかっこいいな。裏梅の術式少な剣弱で薄まるけど裏梅も相当だよね。貴重な反転術式使いでもあるのか。裏梅裏梅、少な様以外の前だと口悪いのも好きわら。裏梅の小売子呪法術師としてのスケールが鬼強なんよな。こんな緊迫したシーンでもボケ倒す長相好きわらわら。あれ？裏梅は立場的にそっちで良いの？少なってそっちの味方でもないよな。裏梅、やっと少な様に会えたからテンション高くてたまらんね。氷の術式を使う裏梅が結構ヤバいのか。裏梅いいな。上戸と戦ったらおもろそう。はぁ、あ、裏梅に才が美月さんの声が乗ることで魅力が力が倍増。裏梅、すごい正統派の能力使いっぽくてアニメ映えするな。キレっぷりも3割増くらいに感じるが、五条のせいで弱く見えるけどこれでも作中トップレベルの術師。結局裏梅は男なのか女なのか。単行本最新話まで読んでもわからん。今回なんかネタ多かった気がした。お兄ちゃんのくだりめちゃおもろかった。裏梅めちゃ強いし、伏黒誕生日なのに出番ないし、99さん出たところで叫んだわ。まだ終わらないでねアニメ。少なって食いしん坊だよね。術式はキルも安だし、右腕の裏梅は冷凍だし、どんな食材も美味しく仕上げて食べちゃう感じよな。上層といい裏梅といい剣弱といい呪霊組やっぱ桁違いだわ。レベルが違うどけ、俺はお兄ちゃんだぞ。わらわらてかついに99吉本行きたやん。どんな戦いが見られるのかマジで楽しみすぎる。裏梅の技かっこいいな。あとお兄ちゃんで急に和む大変な場面なのに和んじゃう。裏梅漫画だと五条先生にワンパン退場されかけた印象しかなかったけど、強いな。裏梅、これまではミステリアスな儚げ美人っぽくて、呪術にしては珍しいなぁと思ってたらこの回で険しい顔と口の悪さが炸裂してちゃんと呪術のキャラだわってなったのは良い思い出。もうついに下投げアニメできたどの程度だ？って自分も裏梅ちゃんに見下されたい。氷の術式はいい。つまり裏梅最高。男か女か性別不明よき。裏梅、板取くんに向かって誰の体だと思ってって言ってますけどすみませんが板取くんの身体です。おあにちゃーん。わら裏梅さん、ショート男性かぶっててヒロアカかと思ったからの、99姉さん降臨。ほんでいろいろ難しい回あった。あったかい布団で寝よう。下等および鴨のりとし及び。
の存在が渋谷事変に関わった全員に知らしめられるシーンは鳥肌もん。なんかあのシーン一つで呪術全体のスケールが大きくなった気がしてワクワクする。裏梅の化け物ぶりも競争のお兄ちゃんぶりも最高だよ。呪術廻戦99吉本祝いわずもがなです。今回の話は偽下等がマストを横取りしたかと思えば京都校がやってきて即蹴散らされたところで競争が兄を名乗る不審者になって参戦してきた。偽下等の正体がカモノリトシだとわかるや否や突然やってきた裏梅がめっちゃ強くて終わったと思ったらつくもさんがって安心感ともにやってきたかい。氷使い裏梅さん普通にかっこよかった。円氷属性の戦い方は映像映えするね。中性的なルックスといい、敵ながら良いキャラだね。なんか、裏梅って、目の色がトゲと同じ気がしたり、反転術式が使えたり骨格が五条悟に似てたり、うまく言葉にできないけどあーなんか似てるなんか似てる。裏梅さんって何の呪霊なんだろ。氷使ったから安直に雪女って思ったけどそれじゃ弱すぎちゃうよね。規模感が大地や海人間から生まれた呪霊いたんだしそれらより絶対強そうだし冷たい死後硬直の呪霊絶対違う。裏梅の反転術式や氷子呪法やっぱ一応千年前の術師なだけあってスケール団地やな。それらを一風したつくもさんはやはり特級なのだと再認識させられた。裏梅との海そげ等が仲間ってことは少なとも仲間だから耳七のお願いは聞けないし殺された。裏梅やばくね。お兄ちゃんの接血操術を素手で受け止めるとか板取りの肩に刺さるほどの貫通力があるのにおかしいだろ。ああやってみると裏梅普通に強いな。さすが宿儺の腹心原作だと悟にボコられがちで強い描写なかったから。氷子呪法の神髄紐投げを使えるってだけでも裏梅かなりやり手だと思うんだけど、さらに対象によって氷結度合いを調整できるのはさすがに宿儺の隣に立つことを許された人間すぎて思わず宿儺も裏梅かって再会喜んじゃうのちょっとわかるわ。何かずっと気になってて納得いかなかったんだけど、裏梅金がメッセンジャーなんて板取り一人で足りるって切れた後に速攻で板取り殺りに行ったのどういう理屈なんだろう。裏梅ちゃんのすっくん器のひさしといかいらんのやわ。こいつらぶっころでいいやんか。推しがいらんのやって言う強火炭の推し活は推しの鏡。本性むき出しメロンパンに続々したし裏梅一人に全滅されそうな高専チームの前に現れる99さんがかっこよすぎてしびれてた。敵味方全員かっこよくて最高。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価チャンネル登録コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。